り返った順番が、3、4、5、6番目の人が乗車です。いきます、よーい、スタート。でその中7で、あれ、あ、そっか、やべ、6人だと思ってた。たまちゃんが1、やべ、もっと瞬間で行く人いると思う。で、2が誰だっけ。吉原さんとゆうたくんがほぼ同時だったんですよね。まあ、ゆうたいっぱい乗ってるからいいか。ゆうたが2で、本当 VR したいんですけど、まあいいわ。吉原と、りょうやと萌子とくさんです。乗車、マスミショウ嫌すぎ似てるみたいな。私三谷幸喜の元で制作してますとか言いながら日本のメッシは誰なの。日本のメッシは久保建英。久保建英が日本のメッシ、うん、オタク外に出ようって言ってる。すっごい前だよな、でも問題になったのあれ、うん、え、ガルパン違う、もっとなんか萌えキャラみたいな。そう自衛隊になろう、みんな、みたいな。俺をすれば入ると思ってんだろうね。いや、あそこにいる。レナちゃんがやっぱ一撃でわかるわ。見えない。こんにちは。勝負、ごめんね。サンキュー。スイタベルメチマイキ、これで我々の茨城は終わる。よし、茨城今調子に来たぜ。絶対にソフトクリームを食べたい。私。なんだよ。ミスゴ。なんだよ。ミスゴだって気持ち悪いから。驚かすなよ。すごい。これはお化けてるじゃん。なんか食べてるかな。冷たいものでも食べてるじゃん。かな。寒そう。ビン。ビール飲んじゃったらあれなんじゃない。最初言ってポーン。2、1票。私じゃ俺が今酒飲んだらさ、みんなもう一泊なんだ。でもそう、今自分自由にできるので全員が。そうだね、すごいじゃん。そんな瞬間あったか、人生。いやいや、まあ一応両親はいるけど。どうなるんだろう、どっちになるんだろう。2分でみんな死んじゃう。ビールじゃん。お待たせー。お待たせー。え、ちょっと。ほら、やっぱそうじゃん。マスで飲んでる。乾杯。これ水だよな。
匂いがいい。絶対飲むなよ。そういうことなんですよ。でも聞いてないと思うのに、今飲ませたらみんな一泊だねって言って。あと頼むわ。さもうビールすぎたんだよ。すっごい遠くから分かったな。なんかバンって。ビールじゃないとかふざけてた。やっぱ風が抜けるたびにいいですね。外の桜が一番かな。外はやっぱ。外はやっぱね、マスが一番。聞いたことない。えぐいの飲んでる。喉焼けるぜ。2軒目の酒だもん。こんなの。いやー、俺運転離脱するわ。いや、蓮見の運転でさ、美少女袋開けたかったんだよ。危ねー。突き破られてるやつ。マジか。じゃあちょっと見に行こう。ソフトクリーム食べたい。全然よ。もう俺ダメだ。この人たちは無理だ。動かそうとして。そうだ、運転確定って言ったら僕出すのずっとまとわりつくか、逃げられるテロップがあったあ、ダメダメ、無理あ、いなくなった何そこ編集の人楽すぎなんかいつもより面白いな酒飲んでるからそうだよ。今はお腹壊しちゃったから飲んでないよ。カモフラ。あ、そっか。あ、そうだったの。運転させるわけにいかないもん。出ろか。あ、ごめんなさい。草さん飲んじゃいました。頼むか。唯一の希望だった。カノダ以外、カノダとさ、そうだと村和以外全然飲みたいけど飲んで。うわ。日本酒見てこれ。これもあるし、ユタ。え、水かもだってまだ俺が運転できるかもしれないもん。確かに確かめるかもしれない。ただあんま飲み干さない方がいいと思う。ああ。本当に酒かお前。そのだ。運転確定。運転確定。来るよな、なんか熱いしみるわー。めっちゃ気になるんだけど。無理無理。ダメダメ。やめろ。ダメダメ。いいわけないだろ。買ってくる。一滴もだぜ。いいわけないだろ。ちゃんと怒んな。今村数が大暴れして飲み出したらどうする。全員帰れなくしてやる。こうやって俺が運転する。チャリ、たまにチャリで、たまにチャリで行くよ、そういう人。見たことない、車でそれやってる。シャー逃げ切った。もう飲んだ時点でもうダメだよ。なんか見ようよ。美味しい。旅は以上です。はい、お疲れ様でした。楽しかったです。楽しかったですね。はい。もうこの動画が流れるとはには年が明けている可能性はあります。残したね。明けてないといいね。分かんない。週2ぐらいで明けたいです。前回はその永遠にでかい俺が車が赤い園だった。ご迷惑をおかけしちゃったから。帰りの車内も何本か撮りますけど、うん、だから、うん、あの家の方向を考慮したメンバーになるので、はいはい、なるほど、そうこんな感じです。はい、じゃあ楽しかった、ありがとうございます。今回旅の感想を一言で、はい、みんなで海に行けて嬉しかったです。よし、これはいいと思ったんだけど、こっち6だそうです。いいんじゃない、そんな感想って来たな。酒 OK。
あ、OK。 じゃあ、またね。バイバーイ。